今週来週と2回にわたって麻疹、いわゆるはしかについてお伝えします。まずこちらをご覧ください。今年の8月から9月にかけて麻疹の患者が関東と関西で相次ぎました。去年1年間の罹患者数が全国でわずか35人だったのに対し、今年は11月9日現在155人が罹患しています。現在は収束していますが、患者数は去年の4倍です。そもそも麻疹、はしかとはどのような病気なのでしょうか。盛岡こども病院の前澤俊一院長に話を聞きました。麻疹は麻疹ウイルスというウイルスで、気道感染、鼻から呼吸器に感染して起こる病気です。感染してから10日から11日は潜伏期で、そしてその後くしゃみ、咳、微熱というような症状で前駆症状が 2、3日続きます。そして、その後急に熱が3日ぐらいから熱がガンと上がって、そして、発疹が出てくる病気、重症肺炎を起こしたり脳炎を起こしたりということで、非常に今の感染症の中では一番怖い感染症の一つになっています。ともう一つは特徴的なのは、インフルエンザの10倍ぐらいの感染力があるんですよね。なので、1人が感染した場合に、集団生活している場合は10人から20人ぐらい周りの子どもたちがかかっちゃうという。インフルエンザは、2人ぐらいの感染が発生するということなので、それだけ強い感染力がある。いや、インフルエンザよりはるかに感染力が強いというのは脅威ですね。そうなんです、前澤医師の話にもあったんですが、このように麻疹はインフルエンザと比べると10倍ぐらい感染力が強いと言われています。そんな麻疹ですが、実はこちらご覧ください。 WHO 世界保健機関は2015年、去年ですね、日本は麻疹の排除状態にあるとしているんです。患者がいるにもかかわらず排除状態にあるとは一体どういうことなのかと疑問に思われるかもしれませんが、はい、これは日本にもともとある麻疹のウイルス土着株による感染が3年間確認されない場合認定されるもので、つまり今年の秋までに関東や関西で感染が広がった麻疹というのは外国から日本に持ち込まれたウイルスということになるんです。ウイルスは目には見えません。自分が感染しないためにも、そして周りの人にも感染を広げないためにも有効な手段というのが予防接種なんです。麻疹の予防注射が、1歳から2歳の間でやられて、その後就学前6歳の児童に2回接種することでほぼ、感染を予防できるので、ぜひ予防注射はした方がいいと思います。昔はですね、はしかは小児科の子どもの病気だったんですけど、今はほとんどの人が、2回受けてますので、20歳まではほとんどはしかにならなくて、20歳以上の成人の人がはしかになるという、ちょっと普通じゃない、昔とちょっと違った現象が出てきてるわけですよね。麻疹・はしかの予防接種は1978年から定期接種が始まっています。今は第1期、第2期と1人当たり2回受けることになっているんですが、はい、この接種期間であったり接種回数などは年代によってばらつきがあって、免疫が十分でない空白の世代があるんです。それもあって大人に広がってるんですね、はしかが。はい、この話題については来週元気丸でさらに詳しくお伝えします。岩手元気丸でした。